鈴木宗男議員の処分に関するごたごたで、維新の党がそのガバナンスの欠如を露呈したということについてお話ししたいと思います。で、日本維新の会に所属する鈴木宗男議員がですね、この10月1日に、党に必要な事前の届け出をせずに、ロシアを訪問しました。そして、ロシアにおいて、自分はロシアの勝利を確信しているなどと発言しました。鈴木氏はですね、10月8日帰国後にですね、記者会見をして、ロシア行きの党への届け出が遅れたのは事実で、その点については党の処分は受け入れますと。しかし、一方で私の発言が問題だというのはもってのほかで、議員の認識につき党が処分するということで果たしていいのだろうか。私はかねてロシアが負けることはないということを国内でも明確に皆さんに言っていたと。同じことをロシアで言って何で問題になるのか。馬場代表も共産党についてなくなったらいい政党だと発言していたが、処分もされていないと。なんで自分だけというようなこと。そして党が除名などの厳しい処分をしてきた場合には、裁判を起こすのも一つの手だという人がいるということを述べて、自らの発言内容を理由に、除名などの厳しい処分をされた場合は、裁判を起こすという考えまでも示した。で、私はですね、鈴木氏の言動はですね、やはり国益を損ねる問題ではあってはならないというふうに思います。それはなぜかというと、鈴木さんがですね、日本国内で自分の持論を展開することは、政治家の自由な主張として、当然であり、問題にすることはできないんですけれど、しかしですね、同じことをロシア国内で言うことというのは、やはり次元が違うので、それは許されないと思います。要はですね、その発言をどの立場でどこで言うのか、そこがポイントだと思うんですよね。例えばですね、身近な例で弁護士の場合で説明しますと、原告代理人である弁護士がですね、原告の会社内で、この訴訟は相手方の被告の言い分に結構分がありますよということを原告の人たちに言ったとしても、それはあくまで訴訟の見通しを原告に説明するということですから、問題にはならないんですけれど、それがですね、今度は被告側の会社にわざわざ原告側の弁護士が行ってですね、被告の会社内において、被告の人たちに対してですね、あなたらは裁判で、この裁判で勝ちますよというようなことを言ったとすると、その原告側の弁護士っていうのは、弁護士会の懲戒処分、除名だとか、職務停止だとか、戒告だとかいう懲戒処分の対象にはなってくるんですよね。鈴木さんがですね、その発言をいつどこでどのように行うかっていうのは、評価がまるっきり変わるというのを、鈴木さんがですね、分かっていないんじゃないかなと思うんですよね。同じ発言をですね、時と場所を選ばずに誰に対して言うのもわきまえない、フリーだというようなことだと、およそ政治的センスも欠如しているというふうに思ってしまうわけですよね。鈴木さんの問題は、そういうことで問題あるんですけれど、私が本日言いたいのは、鈴木さんの問題よりもはるかに問題があると思うのは、維新の党のガバナンスの欠如だと思うんです。つまりですね、維新は党の党紀委員会、これは除名をするかどうかという決める党紀委員会というのがあるんですけれど、その鈴木さんのロシアでの行動等を踏まえてですね、鈴木さんの除名を党紀委員会で決めたんですよね。で、その上で馬場代表が鈴木さんにそれを告げるために鈴木さんと面談したんです。で、その際に鈴木さんが
いや、それだったら維新を離党しますって言って、離党届を出してきたんです。で、馬場代表の方は、いやいやいや、もう離党届は受理しないと。それじゃなくて、あなたは党を除名するということを言えばよかったものの、離党届、はい、分かりましたということで、離党を受け取って、結局離党扱いで終わってしまったんですよ。党紀委員会で、まあ、除名に値すると認定したにもかかわらず、馬場代表がですね、まあ、ひるんだかしてですね、離党届を受理するという対応に至ったわけで、これは決して党としてはあってはいけないというふうに思います。まあ、ところでですね、除名、あるいは離党っていうのは、どういう違いがあるかっていうと、党側にとっては結構大きな意味合いの違いがあると思います。それは党がですね、しっかりとした事実認定と、それに対する評価として、これは除名だというふうに決めるということは、党にとっても問題だし、国益などにとっても問題だし、党の信用を傷つけたということで、非常に除名ということは、党にとっては大きな重みなんですよね。まあ、それをやっぱり貫かなければいけない。で、特にですね、党が大きくなれば大きくなるほど、みんな国民のやっぱり目が党に対して乱れるわけですから、そうした大きくなりつつある党が、いわば軸足が、しっかりせずに、党紀委員会では除名、でも本人に会ったら、はい、離党というようなことをしていたら、国民の信用、信頼感というのはそれだけでも失せてしまう、まあ、場当たり的になってしまうという党なんだなというふうに思われてしまう。まあ、一方ですね、鈴木さんにしてみると、もう一回維新に入党しようという気持ちがなければですね、まあ、除名されたとしても別に何の問題もないんですよね。ただ、確かに党から除名されたという事実は、まあ、不名誉として、記録としては残ってしまうということなんだろうと思うんですけれど、ですから先ほど申し上げたように、党としては相当問題がある。まあ、いわばですね、鈴木さんから、まあ、裁判にかけるかもしれない、あるいはかけるぞ、除名をすればというようなことを言われたもんだから、その脅しに屈して離党というような形で手を握ったというふうに見られても致し方ないというところだと思うんです。もともとですね、私、今年の6月5日に、この維新の党と宗男さんに関しての動画を上げてるんですけれど、で、宗男さんは今年の5月のゴールデンウィークの際にロシアに行こうとしてたらしいんです。で、その時は、党の幹部から、まあ、日本の国益にならないから行くのやめてくださいと言われて、ロシア行きを諦めたことがあったんです。ただ、宗男さんとすると、やっぱり自分は国益を、維新の幹部よりも100倍は考えているというようなことを主張して、かなり党の役員に対して鋭い批判をしていたんですよね。まあ、その際の動画において、私は、宗男さんは、維新にとって、劇薬なのか、あるいは、良薬なのか、っていうのは今後を見ていきたいというような内容になっていたんですけれど、まあ、結局ですね、今回のごたごたを見ると、まあ、まさしく効かない、劇薬だった宗男さんと。で、ただただ、党にはガバナンス欠如というのが露呈したという、まあ、極めて大きな副作用だけが残ったというふうに思います。本日の解説、私の言葉、これは良かったと思う人は、チャンネル登録、そして高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。